今回は米国ウエストボンド社製卓上型マニュアルウェッジワイヤーボンダモデル 7476D をご紹介させていただきます。はじめに概要をご説明します。本機は官公庁、大学、各種研究機関などで幅広くご活用いただいている卓上型のマニュアルウェッジワイヤーボンダーです。45年以上の経験と実績により他社にはない充実したアフターサービス体制を整えております。続きまして主な特徴をご紹介します。1、操作方法。特許である XYZ 三軸マニピュレーターを用いて作業を行います。各種ループ形状だけでなく高低差のあるボンディングにも対応しております。2、アプリケーション。本装置は構成によりモデル 7400D とモデル 7600D の2つのアプリケーションに使い分けることができます。3、 UPU。 ツールポジションの最適化により安定したボンディングを実現しました。4、自動ワイヤーディスプーラー。2インチスプールワイヤーを取り付け可能。ワイヤーのたるみを軽減し安定したワイヤー供給を実現します。次に本機のアプリケーションをご紹介します。1、モデル 7400D 仕様。45度ワイヤーフィード型のウェッジワイヤーボンダーです。対応ワイヤーは13ミクロンから50ミクロンまでの金線、アルミ線、銅線、白金線となっております。2、モデル 7600D 仕様。90度フィード型のディープアクセスウェッジワイヤーボンダーです。ワイヤー以外に幅300ミクロンまでのリボン線にも対応しておりますので高周波デバイス等のアプリケーションでご活用いただいております。続いてサポートについてご紹介をさせていただきます。弊社では7名の専門スタッフが在籍しておりますので不具合への対応、ジグの設計・製作、各種消耗品の取り扱い、条件出しサービス等、お客様は長期にわたって安定したサービスを受けることができます。最後に、装置に関するご質問やご説明、デモンストレーションのご希望がございましたら、お気軽にハイソル株式会社までお問い合わせください。信頼のサービス、優れた技術力でお客様のご要望にお応えします。